皆様こんにちは。歌詞451度に出演します南です。4年前に白井明さん演出 のカートでロストメモリーシアターという不思議な素敵なお芝居に出させてもらって、また出たいなってずっと白井さんとお仕事したいなって思ってて、ただ結構私も意見をはっきり言うタイプなので、なんかまたお声がかかったのが嬉しかった。レイ・ブラッドベリーはすごい好きで、歌詞451度もフランソワ・トリュフォーの映画もすごい好きで見ていて、まさかそれが舞台化になるっていうのも想像が今つかないのと、特に2つ役があるのでどう演じ分けるかっていうのが今から課題になってて、すごく楽しみです。吉田さん2回共演したことがあって、他の方は初めてなんですけど、この間吹越さんと飲みに行ってなんかすごい楽しく、いろいろやっぱりいろんな方々、世界の演出家とお仕事されてる方なので、作り上げていく役者の想像力もすごく働かせなくちゃいけない作品になるんだなと思って、なのでこのカンパニーでお仕事できるのはすごいな、心強いです。とっても絶対にこれでいいっていう妥協はもちろんされない方だし、空間がすごい、世界観がすごい好きな演出家なので、今回はやっぱり4年ぶりなので自分がどれだけ成長したかちょっとでも見せられるといいな。多分大して変わってないってさっきも言われたし何も変わってないって言われたから分かんないけど、皆様ご来場心よりお待ちしております。